皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日はですねこちら、どん、くっつく工具なんとかな工具って発想すればなんか出てくるかなっていうね。そうですね。これで皆さんね、これ見てらっしゃる方ね、毎回僕が何か考えてると思うかもしれませんけどね、僕は言われるがあまり喋ってないけどね。ということで、くっつく工具、はい、ね、今日はだからなんかこうくっつく工具を紹介しようということで、いくつかまあ用意させてもらいました。で、まずはこちらですね。これもうなんていうの、もう超ロングセラーよね、はい、これヒュー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 とこんな伸びるんだよってね、知ってるけどね、で先っちょがマグネットになってますよと。僕なんかね、水上バイクやって結構ね、ネジしょっちゅう落とすんですよ。でもこの時にもうこれでどんだけ救われたことか、あとは長ってどんだけ硬化したことかっていうものなんで本当に必ず1個工具箱の中に入れておくと便利だもんです。先端がこういうふうにね、リングがついてるんです。これはマグネットなんだけど、マグネットを覆う、こうリングみたいなものがあるんですね。でこれは例えばね、これを取りに行きたいぞっていう時にこうやってリングがこうなってると、取りに行く前のこっちについちゃって、おいちょっと、でね、こういう手で触れればいいけど、奥だと手で触れないですよ。取れねえじゃねえかいってなって、こうなってここにたどり着かないっていうね。でたどり着いたと思ったらまたちょっと違うとこついたりとかいうことが非常にあるんですが、これをガードがこうついてることで、この近くまで行ってもくっつかないですね。で目的のもののところまで行って、ほら今のちょっと分かりやすくない、はい、ヒューって行って当たんないで目的のものだけをこう取ってくれるというものでございます。D の場合はこれ3種類ラインナップしてるんですけど、型番見ると持ち上げられる鉄の重さが分かるということで、これは 500g、900g、 これに至ってはなんとですね、2300ということで 2.3kg。 で 2.3kg までいけちゃうよっていうものです。まあ、このぐらいのエキバードもこうね、持ち上げられちゃうようなかなり強力な磁力があるというものですと。で続きましてですね、なかなかちょっと面白いのがですね、こちらです。ドン、マグネットグローブ、わかりやすいね、まんまだ ね、 そうですね。マグネットグローブなんだけれども、これはですね、こうやってまあ作業するときに普通のまあグローブと同じようにこの辺ね、保護してくれるものなんだけど、こちらによくねあったりすることあると思うんですよ、マグネットが。でもこれはなんと手の甲にあるということで、木工なんかだと大工さんが口の中にこう釘入れたりすると思うんですけど、まあ、慣れない人やっちゃうと釘入れるとね、血だらけになりますからねでそれを避ける意味でも、こう入れといて、こう入れといて、はい、ついたねっていうと、次を取るのにポケットの中から出そうとか口の中から出そうとすると大変なんだけど、ここにあれば、おっ、おっしゃあり、ビスあり、ナットありってことで、すぐまた作業ができると。でここにこういうふうにね、置いといたまんま作業できるっていうことで、これはね結構思いのほかかなり使い勝手がいいと思うんですよね。これいいと思うんですよね、結構ね、ぜひ使っていただければなということでございます。そして最後がですね、こちらですね、はい、ドンということで、CRC のクレさんからね出ました、マグネティックフィンガーということで、これもねだいぶ前からもうかなりうちで販売してるものです。僕ね最初出た時は絶対売れないと思ってこれはないだろうと思ったんだけれども、実際使ってみたりしたらかなり使い勝手がいいっていうことが分かって、いろいろね使ってみるとね、登場シーンが多いんですね。日常的には指先にマグネットがついたから何なのよって話になると思うんですけれども、単純にこうナットがこうつくとかね、そういうことよりもですね、結構多いシーンがね、このワッシャーね、ワッシャー取ろうと思うとこう取れない取れないってことがよくあると思うんですよ。取れるっていうので、結構これがねびっくりするぐらい使い勝手がいいです。別に右手の人差し指じゃなくても、中指でも左手でもいいんです。どっかに、マグネットが使える魔法の指が1本あると、俺の左の中指のマグネットがついてるっていうとこういけるっていうね、ことでございます。でさらにこれのちょっと応用編っていうのがあって、エキステンションバーにですね、こう先っちょこうくっつけて、これねこれ取れちゃうかなと思ったら、元この液バーにこっちマグネットもくっついちゃうんで、こうやってやっていけばこうってね、おちょっと落としちゃったって時もこれできるんですよね。もうちょっとまあ嬉しいというねことでございます。
でさらに応用編がですね、オイルの中とかね、なんかそういうところにこういうのこう入れちゃうわけですよ。落としちゃった時あるでしょ。でその時に指にこのマグネットフィンガーをつけてあれば、これね、手袋こう入れて、ですからこれオイルだと思ってください。オイルの中に異物が入っちゃった時に見えないですよ、オイルね。でもこうやってやって、おついてんじゃん、ついてんじゃんってね。どこかな。ついてんじゃん、ついてんじゃんっていうことで、油の中に入ってしまったものをこれで手探りでこう下がっていれば、こうくっつけてくるってね。指でなぞっていけば、ほら、取れちゃう。ちょっと欲しくなってきた。やれちゃうんじゃないかって気がしますよね。今回はですね、くっつく工具ということで、これとこれとこちらの3点でございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。